はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。今日はですね、スター M さんからの提供で、イネキギリ、サラトリギリというこちらのセットと、あとこちらのドリルストッパーというものをお預かりして、これをちょっとまあ紹介していきたいと思います。僕ら本職の家具の職人もよく使うような形になってます。皆さんご存知だと思うんですけれども、改めてご説明させていただきたいと思います。一応サイズ違いで9ミリ。と10ミリ、10.5 ミリということでいろいろ径がちょっと違います。で、まあ、僕らよく使うのがこの9ミリのものなので、これをまあ使って紹介していきたいなというふうに考えてます。で、今回お預かりしているのがこのハイスという片木用のものですね。これは本当に僕らよく教室でも使います。例えばですね、こちらチビスツールと僕らは名付けているんですけれども、ここビスがありますね、まあ、丸見えの状態で提供しているんですけれども、まあこれは一つの味ですね。材料はちなみに奈良の木を使っていますので、すごい丈夫なものですね。はい。で、例えばこのビスを隠したいといった場合に、こういうふうに穴を掘ってやります。で、そこにビスを入れ込んでやると。ただこの穴っていうのすごい目立ちますよね。で、その穴をこの切れ端を使って埋めてやりましょうというのが埋め木の考え方です。で、その埋め木をしたものがこちら側ですね。はい、こちら見えますでしょうか。綺麗に埋まっていると思います。同じ木を使ってこういうふうに埋めていますので目立たなくなるというような形ですね。丸棒を突っ込んで埋める形っていうのもありだとは思うんですけれども、このトモギを使って、繊維方向を同じように作って やれるというのがこの埋め木切りの、セットですね。できるだけ早く綺麗なものを作りたいと、そういう場合にはこのサラトリ切りと埋め木切りのセットを使って、組んでいきましょうねというようなやり方もよくします。ではですね、材料3つ用意してみました。1つは家具でよく使われるタモという木ですね。すごい硬い木です。で、あとまあ市販でホームセンターなどで売られているヒノキですね。もう1つは、通媒材なんです。これ SPF ですね。はい、じゃあこの3種類でちょっといろいろ試してみましょうと。まあ、今回お預かりしているのが片木用なので、まあ、僕らはこの奈良とかタモでよく使う機械が多いんですけれども、まあ、せっかくなんでこちらもやってみましょうという形になってます。はい、ではですね、まずインパクトドライバー、まあ、ドリルドライバーでも大丈夫です。インパクトドライバーにこの9ミリのハイスサラトリ切り&埋め木切りセット、こちらを取り付けてみようと思います。こういう形でこのレンチがついてきます。で、このレンチは何かというと、ここの部分を穴を緩めると、ここの芯のドリルの部分が取り替えられるようになってます。まあ、よくここ折れたりもするので、まあ、折れたりだんだん摩耗してきて、切れなくなったりもしますので、ここの部分が変えれますよと。で、こちらの返し芯も打っています。はい、ここで止まってますよと。取り付く部分が、これ六角になってます。だからドリルドライバーでも使えるんですけれども、インパクトドライバーにつけてあげましょうねという形になってます。はい。で、今回はこれ片木でチャレンジするので、18V のちょっとパワーのあるものを使っていこうかなというふうに思います。まあ、ですね、一応、まあ、メーカー使用書によりますと、14.4V 以上を使ってくださいねということで書いてあります。埋め木切りの方も、開けてみましょう。はい、じゃあどういう構造になっていますかというと、こちらの、サラトリ切りの方と埋め木切りの径がほぼ同じように揃うようになってます。ではですね、単純に何も考えずにビスをここに打ってみましょう。タモです。はい、これでビスが止まりました。まあ、これでも全然いいんですけれども、で、まあ、一つの使い方は皿取り切りというぐらいですので、ビスが入る皿を先に取っておいてあげましょうねというような形になります。こういうふうに皿が取れたところに埋めてやると、こういうふうに綺麗に周りにくぼみができた状態で埋まりますよというような、こういう使い方もよくします。こういう端っこにビスを打ちたいという時がよくあります。で、こういうふうに皿がめり込んだ時によくここが欠けてしまいます。こういうふうに先にお皿を取っておいてあげると、ビスのこの皿ってその最後ここにめり込んでいくときに木を無理やり押し出すんですね。で、その穴に埋まるように先にこのビスの
皿の部分を取っておいてやると、そういう場合にもよく対応します。はい、それがまず一つ目の使い方。はい、はい、さすがスター M さん、よく切れますね。8ミリから、1センチほど穴を掘ってあげます。はい、じゃあ初めて今ここに皿の分と、あとあのドリルの先端の部分ですね、下穴が開きました。もっとあの例えば奥まですごい長いビスを打ちたいとか、そういう場合にはさらに、まあ、何かちょっと長いビットで、穴を開けてやる必要はあります。ちょっと今回は何も考えずにビスを打ち込んでみましょう。今度ここの部分に埋め木をしてみましょう。埋め木切りを、取り付けました。その似たような木目のところを狙って、でドリルをまっすぐ立ててください。こうなったりこうなったりしないように。で何も考えずにこう回すとですね、こういうふうに動きます。ぐるぐるぐるっと動いてしまうので、上からしっかり押さえて、押さえるんですけれども、初めは軽く回します。はい、これで刃が食いついてくれました。初めて上からもっとグッと押して、少しずつスピードをアップしていきます。はい、でそうするとですね、周りに溝を掘ってくれて、ここに出っ張りが出てきました。そしたらですね、これをマイナスドライバーなどで折ってやります。で折ってやる時の注意点なんですけれども、まあ、できるだけこの繊維がこう流れてますので、こっち方向に折ってあげてください。こうですね、こういうふうにテコの原理で折ってあげます。でこういうふうに折ってもいいんですけれども、そうするとですね、木の繊維がボソボソっと斜めに折れてしまったりするので、こっちの方向で折ってやるというのが一つのポイントですね。これ必ず入れるときに木目を同じようにしてあげてください。繊維が違った上で塗装してしまうと、すごいそれが目立ってしまいます。若干ボンドを入れてやります。もしかすると、まあ、ちょっときつい場合もあるかもしれません、材料によっては。そういうときにはここをちょっとサンドペーパーで削ってやるとか、ちょっと金槌で木殺しをしてやるとか、叩いて角を取ってやりましょうねと。そしたらあとは金槌で叩いて入れていきます。この飛び出た部分っていうのはあさりなしということで、木に傷をつけないという形の、ノコギリになってます。これでできるだけこの面と平行に切ってやるというふうにすると、こういう形できれいに切ることができます。サンドペーパーでこう鳴らしたらきれいですね。はい、じゃあ穴を開けます。じゃあ同じようにノコギリで切っていってもいいんですけれども、もみをですね、こういうふうにこっちにやってしまうと、せっかく埋めたところがえぐれてしまう可能性があるので、のみをひっくり返してカツンとこういう形で、ほぼほぼもうわからないですね。同じくこちら 2×4 のものも、はい、じゃあこういう形で、しっかり止まりました。 2×4 材に丸棒で穴を埋めてみましょう。こうドリルで、今これこう見た限りは同じように白いんですけれども、この小口っていうところは、ストローの断面の集まりのようなものになりますので、どうしても色が濃くなります。じゃあちょっと水で濡らすと、こっちの表面よりもこの小口っていうのは水を吸うわけですね。ですので似たような、これだけ似たような色の木を使っていても、どうしても小口っていうのはこういうふうに濃くなってしまうと、こちらの横の表面よりも小口は硬いと。だから一生懸命平らになるように削っていたとしても、周りから削れていって、ここだけが最後はポコッと残ってしまうというようなことがよくあります。この埋め木切りはこっちからの繊維でダボを作れるので、だからこういう形できれいに埋まりますよというような形になります。はい、で今結構この柔らかい材料でやっているので、どうしても周りがこういうふうにくぼんで、若干はやっぱり目立ちますね。ヒノキもちょっと見てみましょうか。はい、ヒ
ヒノキもちょっと柔らかいので、どうしてもこういうふうに多少は塗装した時にこういうふうに周りにくぼみがあります。で、このくぼみをできるだけなくそうと思ったら、ちょっと丁寧にそのダボの入り口の部分を、面を取ってやるというふうにすると綺麗にいくと思います。タモは硬い木なのでここまでは目立ちません。はい、こういう形ですね。はい、あちゃちゃ失敗しちゃったっていうふうに、例えば今この平面よりも下にダボがいっちゃいました、これやだなと、せっかく埋め木で綺麗にやりたかったのにって言った場合ですね、ボンドを入れていたとして、まだ乾く切る前にここにビスをこうやって、ちょうどこの下にビスが埋まってますね。でビスっていうのはここ螺旋構造になってます。でこれを抜きたいと、どうやって抜くか、ちょうど中心にビスを立てて、これを回していってあげます。そうするとこういう形でこの螺旋を登って今のダボが出てきてくれます。中心、この下におそらくビスがいるだろうと。でこのビスの先端が下にいるビスに当たって、それ以上進みません。進まずにこの螺旋が回っていると。そうすると、このその力が木に伝わって、木がその螺旋を登ってきてくれる。はい、一応ここもボンド入れましたけれども、こういう形で抜くことができます。みんな意外と当たり前やんって思うかもしれない。プリメロ、僕ら前の動画でちょっと紹介させていただきました。例えばじゃあ、この安いパワーのちょっと弱いドライバーでやったらどうなるかを、ちょっとまあよく皆さんが一般的にホームセンターで使うヒノキでやってみましょうか。はい、じゃあ一回いきます。ここに、はい、もうこのプリメロでも綺麗に開きますね。埋め木切りでやってみましょうか。軽く撫でる程度に、削っていってやると。だから掘るっていう形じゃなくて、軽く撫でて削っていくっていう形で掘ったら、まあ綺麗にいきますね。はい、だからちょっとそのインパクトドライバーとの相性みたいなものも、ありますので、ちょっとその辺は皆さんお持ちのインパクトもしくはドリルドライバーと比較して、いろいろやってみてください。インパクトよりもやっぱりパワー、こういう、柔らかい材料っていうのは力がないもので試した方がいいかもしれません。はい、じゃあ同じように埋めてみましょう。はい、仕上げていくと、ちょっとずれましたね。はい、まあ、この木目を合わせるというのはなかなかちょっと難しいとは思うんですけれども、まあ、こういう形で目立たなくすることができますよということでした。ドリルストッパー、こういうものも売られてますね。まあ、いろんなこの径が決まっているので、9だったら9ミリのドリルにつけれますよと、深さがまあこれで決めれるというような形ですね。このレンチとストッパー自体、本体ですねがついてきます。じゃあどれぐらい穴を掘ったらいいかというのを決めたいときに、ドリルストッパーにこの芋ネジがついてますので、これを緩めて差し込んでやります。目分量ですけど2センチぐらいのところまで掘ってあげたいですよと、締め込んであげて、そうするとこう動かなくなりますね。こういうふうに止めてあげます。はい、でここ遊びがあって、こういうふうにくるくる回るようになってます。はい、もうこれがそれ以上いかないように止めてくれます。はい、ここで止まってくれたところでストップしておけば、この分と同じ深さが掘れますよというような形になります。ただまあこのドリルストッパーに関しては、これ今9ミリのものですので、ドリルの直径に合うものをそれぞれ準備しなければいけないというような形が、まあちょっとなかなか不便なところもあるんですけれども、まあ一つあると便利なものですね。僕らはよくここにマスキングテープを巻いたりして、それで代用したりもします。マスキングテープをここに巻いてもいいわけですね。ただマスキングテープってやってると結構ずれてくるんですね。
やっぱりこのドリルってどんどん入っていく強さって強いので、マスキングテープずれてきます。そういう時にはこのドリルストッパーがあると綺麗にいきますよというような形になります。ということで、このスター M さんの埋め木切りと皿取り切りセットとドリルストッパーということでお届けしました。で、実際のものづくりでこうやってビスが出ててもいいんですけれども、こういうふうに綺麗に埋めることができますよという優れものですね。すごい人気商品なので、結構もうご存知の方も多いと思うんですけれども、実際の家具製作の現場でもよくすごい使われます。はい。で、一般的なその DIY で使われるヒノキや通媒材でしか使えないかというと、そういうわけではなくて、こういうふうに奈良などの硬い木とかでも十分に、その威力を発揮してくれるものですね。ということで、兵庫県三木市で同じ関西圏なんですけれども、僕ら木工教室とも仲良くさせていただいているスタイルさんの、この、セットを紹介させていただきました。また他に、またいろいろ道具、ドリルなども、紹介させていただきたいと思います。今日はまずこの一番、トップ、売れ筋商品の埋め木切りと皿取り切りのセットを紹介させていただきました。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。